私はあの場所の全てを憎悪しています。かの金貨の示す通りに進むことが運命に神戸を垂れることを意味するとしても、私はサルゴンを離れずにはいられなかったのです。でも僕はまだここにいますよ、サンドソルジャー。あなたが己の全てを捨てることは不可能です。運命という言葉は。 あなたと僕の間ではすでに移ろうことのない定数なのですから教えてくださいオリパシーは僕たちの生活を変えましたかあなたは苦痛を感じますか病は僕をどう変えてしまうんですかあの黒幕たちの企みは失敗に終わったのでしょうか震えていますね哀れなエリオットよ 始ままりりにととらわれることはありません今はただ鏡の前でこの結晶の美しさに見惚れるばかりですよ作り上げられた夢なんて不思議ですね未来のドクター僕はどうあなたと接したらいいのでしょうかもし僕たちがもっと早く出会っていたらいいえドクターは。 あなたと私の間のどの地点にも存在しないのですよあの方は私の今に属していますあの方には自由に行動させるべきです私は非常に期待しているのですよでもあなたの表情からは何の答えも得られませんあの場所の一切を炎で葬ったのではないのですか 闇市には空を垣間見ることのできる広場がありましたね夜があなたの記憶から揺り起こしたものを覚えていますか私はあれを仮想だと称しましたが筋書き通りに事が運びける豪華を前にした時思い浮かんだのは恩師の顔ではなかったのですよ一人のビーブルと。 あのドクター彼らの慈悲を求めているのですかいいえ私は自らを導く預言者の出現をあるいは私自身が他者の預言者になることだけを望んでいます病による苦痛よりも常しなえに続く虚無の方がはるかに褐色であるのです 聞いいてくださいエリオット私は少し疲れましたサルゴンはあなたの体に傷跡を残し雇い主の目にはあなたは哀れな宇宙のようにか弱く映るでしょう私はもう鞭打たれる感覚を忘れてしまいました彼らを恨んでいますかいいえ 僕は彼らの最期を知っていますからそうあなたの眼差しを通して幸いあなたは後悔していないようです。